当に幸せな時間でした。ピッチに立つことはできず、このチームの力としてプレーすることはできませんでしたけども、温かい声援を送ってくれた皆さん、この時間はこれからの人生の中で本当にかけがえのない時間になってます。これからのことはまだ何も決まっていませんし、サッカー選手としてプレーを続けられるかもわからない状況ですが、一ファンとしてこのチームを応援していきたいと思います。これからも一人の人間として今までなお応援していただけたらと思います。